をやりたいと思います。孫さん、いろいろご指導していただけると。絶対暗記です。はい、公式ルールは今勉強したんですけど。ほら、各ドレッジ、わぁ、今から言う配称を書いてみてください。3334。はい、何待ちですか。あ、これは分かります。にりゃんうーわんとすーわん。 OK、 正解です。今のってどうやって考えました。この3、あと頭にするか、うん、このあんこで単記にするか。そう、3334って形は3をあんこにして考えると4の単記だし、3を頭って考えると2と5の両面待ちだし、でも今のって僕は多分考えたんじゃなくて覚えてたと思うんですよ、うん、この陳述の問題はその知ってたっていうのが大事なんです。知ってる形を増やしていくっていうのがこの陳述の待ちの問題のコツなんですよ。知ってる形を増やす。そう。有名な形なんで覚えたいリストに入れたいです。434を省いた形を、はい、ちょっと書いてください。5566677899。はい、待ち1個だけでいいんでパッと思いつくのって何が。パソ。パソ、そう。5が頭で、はい、6があんこで、はい、カンパス層のイーペーコーがパッと思いつきますよね、はい、で今度9が頭のピンフで考えてみてください、はい、9が頭のピンフだったら春通で考えてください。だから6、7、8で使うと、あ、6、7、8と5、6、7があるから、うんうん、5、6の両面だから、うん、そっち。そうです。だから今2、3、4を避けた形っていうのは、はい、4、7、8が待ちになりますね、うんうんうん、これ もうめちゃくちゃテストに出るカンチャン待ちと両面待ちがあるっていう、こう、はいはいはい、珍しい形ですごく有名なやつだから暗記したいです、はい、はい、もう4、7、8で今回すっちーは両面だよって、はい、ってことはそのこっち側、そう、234、これ分けたとこに234ってあるので、はい、ということは1も1も待ちに入るから1478が正解になります。難しい。麻雀プロを目指している一つの中で今多分所作とかもチェックの項目に入るかなと思いまして、まあ、なんか所作っていうか対局マナーみたいなのがあってプロならではのが結構あるんで、そういったとこを一つ一つチェックしていきたいと思います、はい、じゃあ中田さんがちいちゃだったとして、はい、この山を上げたり落としたりするボタンあるじゃないですか、はい、これは次に親番の人しか触っちゃいけないっていうルールになってます。これスタートですかね。はい、それです。で山が上がってきたら、はい、まずパイを前に出して出し終わった後にサイコロを振ります。はい、でこれはこの人の役目なんですけど、はい、あ、このドラヒョウ、はい、ドラヒョウとリンシャンパイを下ろしてドラヒョウジハイを開けるんですけど、はいはい、その時はリンシャンパイを下ろしてドラ表示牌を開ける。あ、こっちが先なんですね、はい、そうです。これってなんでリンシャンパイを下ろすか知ってます？わからないです。なんか、はい、角っこの入ってポロってこう落ちやすいじゃないですか、うんうん、はいはいはい、ってなってリンシャンパイって見えちゃうと、うんうん、あ、缶しよう、あ、これ欲しいから缶しようとかっていうすごいゲームに影響を与えちゃうんで、はいはい、特に見えたら困るパイなんで、はいはいはい、一刻も早く下ろして間違ってもポロってなんないようにしようっていうことなんですよ、はい、でこの積もって切る動作も一連を落ち着いたらやってみてほしいです、はいはい、積もって切る、
あ、もう大丈夫ですね。積もったキロは大丈夫そうです、はい、あの基本的に宅の外にパイが来ないように。あの買えるやつですか。こう気持ちが入っちゃうのは分かるんですけど、こうなっちゃったりするとちょっとちょっとってなるんで、遠い目の人とかが、はい、だから、まあ、なるべくこう無駄のないようにしたら、次僕が切るんで、はい、ポンしてみてください、はい、ポン。あ、もう完璧ですねこれで最近思いました。もうプロの対局では基本的に順番があるんですよ。発生してから動作をするんで、例えば僕がいいピンチーしたかったとしたら、はい、切られましたって言ったらチーって言ってからこうして持ってきて風呂を完成させたら切るっていうのがこの泣きの一連の手順です。発生、見せる、はい、切る。これ今初ポンしてたんですけど、はい、ちょっと積もってください。これが初だでした。勘したいです。勘。あ、もうバッチリですね。そう、あの勘するときによくこうする時ある人いるんですけど、正しくはポンした牌のこう上にこうやって勘するんです。はい、じゃ僕が切った牌を上がってみてください。ロン。まあまあまあそうですね。積もってるわ。何点でもいいね。はい。はい、まあローン2900とかっていう感じで進んでいきます。はい。はい、本日ジンジャーガーデンさんというあのカフェでですね、あのちょっといろいろお話を聞いてきました。女性受けっていうカフェもだと一番だなと思うので。いましたね。こうアフタヌーンティーとかをやっててすごい全部が可愛いんですよ。だからこういう感じでちょっといろいろ参考にさせてもらうべくちょっといろいろお話を聞いてきました。あのちゃっかりアフタヌーンティーもいただいちゃいましたはい、あの、まあ、この今日のお話生かして、まあ、女性受けっていうのも意識したものができたらいいなと思ってます。頑張ります。チャンネル登録よろしくお願いします。